けど、はい、はい、田中康介と申します。東京から来ました。余談なんですけど、僕大阪はあんま来たことなくて、大阪はヤンキーしかいない街だと思っていたんですけど、そうではなかったということで最近気づきました。はい、はい、田中康介24歳です。ダンサーとして活動していまして、NPO のレワードっていう旅するエンターテインメント集団っていう団体の理事をやっています。で、中東のバーレーンっていうところでダンサー活動をしていて、これまで世界70カ国でパフォーマンスをしてきました。で、今世界中の個人に夢を届けるダンサーとして明日からまた世界へ行ってきます。はい、もうこれから世界を旅していくんですけど、すいません疲れた。はい、ちょっとまあ夢っていうことがテーマなので、ちょっと夢について話したいなと思うんですけど、僕にとって夢っていうのが一番大事な軸というかものなんですね。で、僕は中学の時にすごいいじめに遭っていて、本当に転校生だったんですけど、ずっといじめられていて、ずっと死にたいって思ってました。で、その時にマイケル・ジャクソンのダンスと音楽と出会って、でマイケル・ジャクソンのような人になりたいと思ってから、独学でダンスをやるようになって、で、体育先生に助けられたことがあったんですけど、そこで保育園のボランティアに勧めてもらって、で、子供たちから生きる希望っていうのをもらったっていうのもあって、ダンスで子供たちに何か恩返しをしたいと思って、16歳から24歳なんですけど、8年間世界中の個人とか回ってダンスを教えてきています。で、その夢っていうものなんですけど、僕は世界中の子供たちに夢を届けられるようなエンターテイナー、子供たちが夢を叶えていくような社会を作りたいと思って頑張っているんですが、僕もすごく今は夢を叶えてきている、今すごい好きなことで生きていけるっていうのは実感もあるんですけど、それまではそれこそ親にずっと反対されていて、大学行ったんだったらちゃんといい企業に勤めなさいとかそういうこと言われてて、でも就活全部落ちて、でもうすごいこう否定された気分になってました。でもお金が必要だからと思っていろんな人とつながって、で詐欺になったんですよね。はい、奨学金もあって、それに詐欺になって、で合計700万ぐらい借金を負って、で就活全部落ちてんだよ。で、親は何で就職してんねんみたいな、ちゃんと働いてちゃんと金返せよみたいな言われたんですけど、ここまで来たら自分を貫こうと思って、自分の好きなことは何なのかっていうことを考えるようになって、それが世界中の子供たちにダンスを届けることだった。お金とか何もないし、何もないけど、もう何もないんだったらやるしかないということで、いろんなこう突き進んでいった結果、今自分の好きな道にいろんな仲間ができて NPO を作ってっていう形になっています。で、ちょっと最後に伝えたいんですけど、最近夢を叶いまして、ガクトっていう夢知ってますね。はい、ガクトがすごい尊敬していて、生き方とか人生とかすごいストイックで、その人に会いたいと思って1年間インスタグラムでメッセージを送りすぎたんですよ。そう考えると自分の投稿に反応しても殴っても全部ガクトっていう意味で分かんないことをしていたら、ガクトから連絡が来て、1年来いよと。マレーシアなんですよね。3日後にマレーシアの航空券取って行ったんですよね。で、そこでガクトさんが言っていた。今を楽しむことってことを常に言っていたんですよ。僕の場合、奨学金も借金もあって、でもこうお金を返さないといけない、でもやりたいことができたいんだった時に、何でもそのネガティブなものをポジティブに考える、今を楽しむってことを追求していったら、自分が何が楽しいのか、自分にとって何が好きなのかっていうのを考えるきっかけになると。だからとにかく自分が今楽しむ、今日最高の一日するってなったら、その奨学金ですら、ネガティブな要素ですらポジティブに変えられると。だから今自分がこう過酷というか、なんか自分がやりたいことが見つからないとか、そういう時こそチャンスだと。いろんな人と出会っていろんなことを経験して、そういうことで自分を見つけていく、自分がやりたいことを何かで見つけていく、そのために突き進んでいくってことを教えてもらいました。それで今突き進んでいます。だから皆さんも今を突き進む、今を最高に楽しむということをぜひ考えてみてください。今日はありがとうございました。